セプターは20世紀初頭に活躍したイギリスの競争馬である。1902年に頻馬クラシック三冠を達成した。20世紀初頭の卓越した競争馬の一頭であるが、それ以上に非常に多数の競争に出走したことで知られる。1902年に5大クラシックすべてに出走したが、これは本馬が唯一のものとなっている。加えて短期間のうちに、 パリ対象店や、コロネーションステークス、セントジェームズ・パレスステークス、サセックスステークス、ナッソーステークスなどにも出走した。出走したクラシックのうち、2000ギニー、1000ギニー、オークス、セントレジャーは実際に勝利しており、そのため日本及び時折アメリカでは、クラシック4カンバとも称される。また、イギリスにおいても唯一のクラシック4、勝ち馬として言及される。 翌1903年にもジョッキークラブステークスとチャンピオンステークス、ハードウィックステークスを制した。繁殖成績は競争時代に比べればさほどでもなかったが、初子のメイド・オブ・ザ・ミストが繁殖品馬として成功するなど、メス系子孫は拡大している。セプターは1899年、イートン牧場で生まれた。生産者は、 大馬参加として知られる初代ウェストミンスター公爵、ヒューグローブナーであった。同年末に初代ウェストミンスター公爵が死亡したことからセプターは、翌1901年に開催されたセリー市に出品され、相続人である第2代ウェストミンスター公爵とロバート・シービアが競り合った結果、ロバート・シービアが従来の最高記録を大幅に上回る1万ギニーの価格で競り落とした。 二歳、次二歳になったセプターは、チャールズ・ノートンの旧車に入球。デビュー前の思想では、小林井馬・デューク・オブ・ウェスト・ミンスターに楽々、先着する動きを見せていた。1901年6月にデビューし、初戦のウッドコート・ステークス、二戦目・ジュライ・ステークスと、連勝した。冬毛が吐いて、調子の悪かった、シャンペーン・ステークスは三着に敗れ、参戦二勝で、 この年のシーズンを終えた。3歳時翌1902年、バシュのシービアは、チャールズ・ノートンと仲違いし、自らセプターの調教を行うと宣言した。はじめは、調教助手を雇っていたが、シーズン初戦のリンカーン・シャーハンデ・キャップで敗れると、調教助手を解雇し、直接自ら調教を行うようになった。シービアは1000ギニー2000ギニーダービーステークス・オークスと、 上半期に行われるクラシックのレースすべてに出走するローテーションを組んだ。2000ギニーでは、ボバの1000級が相手となったが、ピストル、デューク・オブ・ウェスト・ミンスターを抑え一着。続く1000ギニーでは、低鉄が歪み、シービアの旧車には想定士がいなかったので裸ひずめで、出走するもレコードタイムを記録して勝利した。エプソムダービーでも一番人気に押されたが、10日前に、 怪我をしていた上スタートで出遅れ、そのことに動揺した騎手のランドールが慌てて、前に追いつこうとして、スタミナをロスしたことから、レース終盤に失速し、アードパトリックの4着に敗れた。ダービーステークスのわずか2日後のオークスでは2着場に3馬身の、キサをつけ優勝した。クラシック競争のうち3つを制したセプターは高額の、賞金を目当てに、フランスのパリ大賞に遠征したが着外に敗れた。 それまでレースに出走させすぎたことが影響したとも、ランドールが他の馬の妨害を避けようとするあまり、コーナーで馬群の外を走らせすぎたことが原因とも、される。海外遠征を経験したにもかかわらず、わずか2日後にコロネーションカップに出走し5着、さらにその翌日にセントジェームズパレスステークスを1着と、エプソムダービー後のわずか半月で、フランス戦を含む5戦をこなした。 7月のグッドウッド開催でもさらに2度出走し、サセックスステークスで2着になった2日後に、ナッソーステークスに勝っている。9月、セントレジャーステークスに優勝。ヒンバ3冠とクラシック4冠を達成した。2日後にパークヒルステークスに出走して2着に敗れ、12戦6勝で、この年のシーズンを終えた。パークヒルステークスのアトシービア,ア・セプターをセリー1に出品したが、 希望価格として2万ギニを提示したところ買い手がつかなかった。4歳以降翌1903年の初戦にはリンカーン・シャーハンデ・キャップが選ばれた。シービアはそれまでセプターの出走したレースでブックメーカーを相手に多額の賭けを行っていたが、このレースでは全財産を賭けると宣言したことから注目を集めた。他の馬よりも15ポンド重い金量を課せられた、セプターは5着に敗れ、 シービアは破産した。それを受けて2万5千ギニーでウィリアム・バス卿がセプターを購入し、バシュとなった。この時のセプターはそれまでの使い詰めや気まぐれな管理の影響から消耗しきった状態にあった。新たにセプターの調教を担当した調教師のアレック・テイラーは体調の立て直しに不振し、初夏にはレースに出られる状態に回復した。 セプターは6月のハードウィックステイクスを解消し、翌7月にエクリプスステイクスに出走。このレースには、エプソムダービーでセプターを破ったアードパトリック1歳下で、あとの3冠馬、ロックサンドも出走しており、セプターの競争生活において最も強い相手と走ったレースと言われる。レースでは、最後の直線コースで3頭が抜け出し、セプターは、 ロックサンドをかわすもゴール直前でアードパトリックに花さかわされ2着に敗れた。エクリプスステークスの後、セプターはジョッキークラブステークス、チャンピオンステークスを含む4連勝を飾った。ジョッキークラブステークスではロックサンドとの再戦を制しており、エクリプスステークスを最後に引退したアードパトリックに代わって当時のイギリスコバの頂点に上り詰めた。セプターは1904年も、 現役を続けたが参戦して一度も勝利を挙げることができず、ハードイックステークスで3着に敗れたのを最後に競争馬を引退した。競争馬引退後は、ウィリアムバスが所有するマントン牧場で繁殖品馬として強要された。活躍した3区にメイド・オブ・ザ・ミスとメイド・オブ・コリントがいる。1911年、ウィリアムバスは競争馬生産からの撤退を表明して、 所有する繁殖品場をすべてニューマーケットのセリーチに出し、サマービルタタソールが7000ギニーで落札した。1914年、タタソールはセプターをマスカーに売却し、さらにマスカーはセリーチに出品した。このセリーチでセプターは2500ギニーで落札されたが、その後不受体が続いたため、ブラジルに売却されそうになった。その際に、 高齢のセプターが海外へ送り出されることを危惧した、かつての所有者、タタソールなどが中心となって基金が設立され、イギリスで予定を送ることができた。1926年、セプターは老衰のため死亡した。繁殖品馬としては、現役時代ほどの活躍はできなかったが、メイド・オブ・ザ・ミストが繁殖品馬として優秀な成績を挙げ、同馬の子孫を中心にファミリーラインは、 かなりの繁栄を見せている。日本でも、スピードシンボリ、ダイナガリバーなどが活躍した。ファミリーナンバー 16H 族は、セプターとその姉妹スプレンディットの子孫である。父のパーシモンは、セントサイモンの3区で2冠馬。母のオーナメントは、イギリスクラシック3冠馬、オーモンドのゼミ妹。ありがとうございます。